少しの間だけでいいの。一人にさせて。スパシーバ、ドクター。映画だったらもっと明るいのが好きだな。うん、ハリウッド大好きだよ。久々に映画でも見たいな。あの、私の顔に何かついてますか？いえ、ずっと見つめていらっしゃるので。何か必要なものでもできましたか？そうですか。失礼いたします。ごめんね。Thank you.
はようございます。朝食をお持ちしました。ドクター、機嫌そうですね。聞きましたよ、昨日旦那様と一悶着あったとか。それは正式な通告ですか？どうかくれぐれもお気をつけください。この島を出るまで決して油断しないように。どこで急転するか誰にも分かりません。 Only God knows。 でもあなたがここを去られるまでは、あなたは私たちのたった一人のドクターですから。そういう挨拶はお別れするときにしましょう。この一件に関しては正式な通告があるまで他の者に話さない方がいいと思います。理由？少々お待ちください。ドクター、そういえば今日はあなたもよく知ってるお客様がいらっしゃるんですよ。ドクター・アレックスです。ええ、もう到着されている頃です。おそらくドクターがお考えのものとは別の理由で来られたとは思いますが、あの方はコムニオの所有するベネツィアの研究所で養殖に疲れてますので。やはりご存じなかったのですね。臓器移植だそうです。それを知ることはお勧めできません。私も確信を持ってお話しできませんが、おそらくこの島の根幹に関わる事項ではないかと。それを知ってしまったら、ここを無事に出られる可能性は限りなくゼロに近づくと考えるべきでしょう。心にとどめ置きください。
どうしたの？そういう時は食堂で待っているといいわよ。どうせみんな集まるんだから。それじゃあ私は仕事に戻るわね。いやー、久しぶりじゃないか、侍。あんたに面白い話を持ってきてやったのさ。まいったな。担当はさぞかし腕利きなんだ。おいおい、そりゃセンターのおふくろさんじゃないだろうな。ああ、ジーズ。ああ、俺もあんたも食い物から下宿まで面倒見てもらった。急なオファーだったんだ。まあ、いろいろあるってことさ。それよりどうだ、マリアお嬢さんとは仲良くなったかい？そりゃ俺があんたの想像通りの仕事をしてるからだよ。なんで泣いたの？ははよくわかったな。こいつは日本製の最新型だ。俺はしばらくここで厄介になる。また一緒に楽しくやっていこうぜ、ブラザー。
人。出て行ってもらおう。そんな必要はない。出てけ。お前はもう解雇した。アレックスを呼べ。ではお呼びしてまいります。おじい様、ドクター、おじい様がお倒れになったって本当？どうして？昨日まではあんなに元気でいらしたのに。教えて、おじい様は？手遅れですか。ただ、一つだけ方法があります。教えて、その方法って何？腎臓と肝臓の移植手術です。それでおじい様は助かるの？はい、もう確実。それなら、なんだ、俺おかしなこと言ったかい？もちろん。そういう意味で言ったんだよ。問題ない。実はとっくに済んだ。
もしもの時のためにな。90%。どうだい、ご機嫌な数字だ。おいおい、考えすぎだぜブラザー。こいつはたまたま条件が揃っただけの偶然さ。やれやれ。はい。おい、カズラギ、ここから先は俺の出番だ。あんた下でワインでも飲んでろよ。調べ物ですか？いろいろと疑問に思われるでしょうね。会長がお体の状態を隠していたこととか、あの方にとってご自分の体はもはやどうでもいいのです。次の段階へ至ることができるなら、今の肉体などまるで意味のないものでしかありませんから。いいえ、物理的な意味です。探し物はマリアお嬢様のカルテですか？鍵は開けておきました。執務机の引き出しです。思わぬ因子が原因を作ってしまったため、やはり難しいものですね、人の心は。あるいは彼の名前がこの結果を引き寄せたのか。私にとっては貴重なケーススタディになりました。